Hey, Hoyo Minasan, c'est Gunsho et aujourd'hui on va se retrouver sur Tale of Berseria pour continuer mon aventure. Donc c'est parti, la dernière fois je vous avais laissé ici sur le point de sauvegarde devant l'atelier de Kurgane, donc c'est parti. Allez. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Hein. Suite au dernier épisode, il s'affronte avec le frère de Mister là. C'est incroyable. Kurogane wa Goran ni katsu tame ni ikinagaraete tanda na. Soda. Ore wa subete shite Goran wo koeru katana wo utsu koto dake wo kangae tsuzuketa. そして気づけばゴーマになっていたか。貴様もあの刀の継承者。兄を切りたいがために、その身を落としたと見える。同じ穴の無地なだ。俺に、お前の刀を預けてくれないか。俺は無数の刀を打ったが、結局ゴーラには歯が立たなかった。 お前はそんな俺の刀を求めるのか。大友、何十回、何百年負け続けても、お前は折れていない。俺も同じだ。しぐれと、奴の真剣を切れるものがあるとしたら、この恨みだけだ。岸君、貴様ら兄弟が同じ手がかりをくれた。その策で新たな刀を打とう。 キラハガネを探す。いや、その必要はない。上の方でいいか。頼む。腕さえあれば刀は打てる。なんてことを。慌てるな。 刀の素材を切り離しただけだ。そういうゴーマだったのね。この頭を刀にするの？そうだ。恨みの塊であるこれでゴーラン陰討ちを打ち直す。待て。これは昔の弱い心を忘れないための戒めに過ぎん。 Ok, il se fait couper la tête et après il utilise sa tête pour faire une arme. Ok, d'accord. Oui. Mais encore. Le船は順調にこっちに向かっている。当然ね。 死神が乗ってないんだから。もう一つ、シグレは同志アルトリウスの用心棒だそうだ。つまり避けられない敵か。単独行動している今、倒しておきたい相手だ。だが、六郎では勝てん。ただでは負けないはずよ。当然だ。だからあいつが作った隙をついてシグレを仕留める。人の喧嘩に手を出す気？俺の喧嘩にもつながる戦いだからな。 私だって同じよ。戦力を無駄死にさせるわけにはいかないし。六郎は生き死ににこだわる男じゃない。2、3回切られる程度で許してくれるだろうさ。En pan de bateau. Yeah. Parfait.
Drapeau pirate sirène.船着き場にダッシュで偵察にやらせたぞ。お知って気が利くじゃろ?ビエンフーに同情するわ。しかし黒金め、自らの体を使って剣を打つとは、まるで生贄の儀式じゃな。生贄?傲慢ならではの手よ。強い力を手に入れるには必要な犠牲。必要な犠牲。非常じゃな。非常じゃな。 まあ、結果をご老次郎じゃな。神の腹を満たすためだけの供物ならば、命を丸ごと差し出そうとも餌に過ぎぬ。じゃが、志を宿した血肉ならば、それが髪の毛一本でも煮えとなる。かの者が捧げしは、生きえか煮えか。 黒金といい、何なのですか?見た通り、行かれたゴーマよ。そうですが、あんなに明確な目的を持って生きているなんて。ゴーマだって譲れないものくらいあるわ。ただ人を殺して暴れる怪物だと思ってたの?意志があることは知っていました。でも、あれはまるで人間みたいな情熱で。 情熱で自分の首をはねる人間はいないけどね。あなたも、そうなのですか?ええ。アルトリウスが弟を生贄にしてくれたせいでね。ふざけないでください。聖領は民を守るための組織。多数を守るために冷徹な選択をすることはあっても、生贄なんて非道は、決してしません。ましてや、アルトリウス様は、どうしとして世界を。そう思うなら、 同志様に聞いてみろ。3年前何をしたのかを。そのようなことは絶対に。うん、いらっしゃい。六郎は命を捨ててもお兄さんを切りたい。黒金は強い刀のために自分の首を切った。なんで そんなことできるんだろう。わからなくて当然よ。あいつらはゴーマ。まともじゃないんだから。うん。怖いけど、すごいなって思う。僕には、あんな風にやりたいことってないから。まだないだけよ。いつかできるわ。できるかな?きっとね。けど、別に命なんかかけなくてもいい。 もっと普通に生きればいいのよ。あんたはゴーマじゃないんだから。うん。なんてね。ゴーマの愚痴よ。大変でぐ!船着き場にいた一等隊員たちがこっちに向かってくるでぐ!裏切り者、エレノを粛清するって言ってるでぐよ!粛清?ベルベット。迎え撃つわよ。オッケー。エレノは、あんたにも戦ってもらう。命令。 なのですね。そうよ。ライフセットを守って、大魔師を倒しなさい。わかりました。忘れるなよ。エレノアが壊れたら、ライフセットがゴーマ化するぞ。わかってる。けど、足手まといを連れていく余裕はないわ。あいつの思惑を利用して、こっちの戦力にする。限界を見誤るなよ。やれやれ。 真面目な大魔師じゃったろうに、お主に絡んだのが運の尽きじゃな。何とでも言いなさい。Je peux pas, mais il y a un coffre, je peux où il est.
Bon bah il faut que je sorte de la grotte si j'ai bien compris. Pas un truc pour descendre direct. J'aimerais me battre quand même des monstres quand même. Allez, rapproche-toi le machin là. Le zombie, le. Je sais pas, la chose qui rame là. Allez! Voilà. Cet endroit pourri là de minier là. Je sais pas, il faut que je passe par là. Y a-t-il un truc pour descendre? Ça c'est la question. Ouais, il y a le coffre. Ah oui, c'est ce coffre là. Je peux pas ramasser le poisson, j'ai besoin de la reprendre. Et je vais pas jeter un truc pour aise, hein. Ça coûte cher ça. Ok. Merde. À mort les zombies. Qu'est-ce qui va se passer là? Encore. ついでと、影の、虹が飛び、フラッシュ、
お前は民を裏切り、アルトリウス様の理想を汚した。違う。ベルベットは私を試している。アルトリウス様の特命を果たすためには戦わなくては。でもこれ以上は殺してしまう。死をもって粛清よ、エレノア。私には殺せない。まだだ。借りは返したぞ、エレノア。新しい刀。ほう、まがまがしいの。準備はできたんだな。ああ、あとはあいつを切るだけだ。俺も見届ける。私は今みたいな戦い方じゃ死ぬわね。あんたが死ぬとライフセットの器がなくなる。分かっています。やめろ、ベルベット。今はお腹空いてないの。命令よ、エレノア。タイマシとは死なないように戦いなさい。わかりました。今のがエレノアの限界ってことか。そのようだ。あれ以上追い詰めれば心が壊れる。お綺麗ね、タイマシ様は。だからこそライフセットの器になれる。それに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃない。へえ、案外優しいんだ。優しい奴はそんな人間を利用したりしない。分かってるわよ。Allez, on va quitter cet endroit. Ne t'en fais pas, ici. そんなこと言ってくる頃だと思ったでふよ。僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱいも味わった精霊の先輩でふ。何でも聞くでふよ。ありがとう。この前ビエンフーが読んでた本、よかったら貸してもらえないかな。好みの人間女子を口説いて器にする方法と、可愛子ちゃんと好き好きスキンシップってふか。ちょっと声が大きいよ。
君はエレノア様と器の契約を結んだんでふから、そんな本必要ないでふよ。だけど二人でいると会話が弾まないっていうか、質問と答えが噛み合わないっていうか。パルパリ、はあはあはあ。契約したての精霊と器にはよくあるトラブルでふね。僕も経験あるでふ。そういうことならもっといい本があるでふよ。ああ、たくさん読んでるんだね。僕は勉強家でふからね。例えばこれはどうでふ。露天風呂トーク術、身も心もまっぱっぱ。腹を割って話すのが一番でふ。一緒にお風呂なんて入れないよ。もっと違うのはないの。じゃあこれ、風呂上がり野球拳、タオルも心の壁もホームラン。どうしてすぐに脱がそうとするの。余計に話しにくくなっちゃうじゃないか。わがままなライフィセットでふね。じゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶでふよ。心ハッキング、教えてポックリさん、日記盗み読み日記、拳で語れ。どれも名著でふね。マギル姉さんとの関係に苦しんだあの日々、涙がこぼれるでふ。この本のせいで苦しんだんじゃないのかな。エアリーディング、空気を読む会話術、これがいいでふよ。必読でふ。二人で読書ですか。そうなんでふよ。ライフィセットがエレノア様との距離感がつかめず悩んでいると相談されたんでふよ。話は聞いておいたでふから、あっちでお茶でもしながら二人で対応策を相談するでふよ。さあさあ。あ、はい。空気を読む会話術、この本もダメ。sérieux。Eh, zombie, je viens pas me croquer, c'est bon là. Oh. J'espère que c'est pas là. Au pire, je vais tuer ça, tiens. Comment tuer ça? Près de la mine. Après la mine. Ah, j'en ai plein, vas-y, c'est bon. Râle la casquette. C'est pas là qu'il faut rentrer. Je sais pas. Ah non. Je dis pas qu'il y avait un autre chemin. Merde. Massacre. Mais
Je pourrais peut-être en accélérer jusqu'à ce que je trouve l'entrée en fait. Voilà. Allez, on coupe, tout simplement. Ouais, je reviens. Ok, je suis revenu vers la petite tortue là, marchande. Mais je vois pas par où en fait. Ah, je vois un truc. Non, non, il a une larme, je crois, non. Lac de Kurgen. Ah ouais, font mal, ouais. Oui. Là j'ai pas fini de faire cela donc on verra un peu plus tard. Je sais pas où il faut passer sérieux. Il doit y avoir un passage dans la grotte. Peut-être par là. Peut-être bah ouais c'est par... ouais ça doit être par là. Parce que là je vois pas d'autre moyen. Une plante là, ça va être ça. Shadow White Rusha. この槍を阻むことはできません。OK。逃げないから。そこだ。食らいつくぜ。今は敵を断然滅退せん。とどめ。キラーゲオン。ゼロインパクト。ついたぞ。超限客。円が超流客。効果点影詰まる。守れ。根っこしまった。レッド。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。sérieux, c'est de là。Avec un... Ok. Le truc c'est là-bas. Ok, il a sauvé la porte. Ça, un coffre du miaou. Et Mario, on est enculé. Saloperie, pourquoi tu m'as rien donné en forêt? Rokuro, kage uchi te nan nano? Katanakaji wa katana o utsu toki ni wa ippon ja nakute nanbon ka douji ni utsu mono nan da. Sono uchi no mottomo deki no ii mono o shin uchi.
それ以外のものを影打ちと呼ぶんだ。真打ちと影打ち。俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で俺の剣が偽物という意味なのかもな。そんなつもりじゃ。いや、いいことに気づかせてくれた。だから俺はあいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフィセットが真打ちなのかな。あ、どういうことです？僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。アルトリウスに生贄にされた弟の。なあ、何かの間違いです。あの方がそんなことをするはずありません。でもなら、どうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるの？それは、お主の真実とベルベットの真実、これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな。あ、bien embrouillé là. Mais je pense que je vais arrêter l'épisode ici à ce niveau-là. Donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Tale of Besaria. C'était Gacho. Bye bye.